お疲れ様です。お疲れ様です。お腹すいた、お腹すいた。マルゲラーメン最高、辛いのあるから行こう行こう。お腹すいた、お腹すいた。早く早く。そこはゆっくりな。あたたたたたたたなに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 、しびれる辛さの麻婆担々麺5からね、うん、これはもう絶対行くから。おう、え、そう、うん、これは絶対行くね。ほう、ほんで期間限定で、うん、ここにね、旨辛肉つけ麺2つ行って、うん、どっちが辛いか、うん、じゃ検証するから。オッケー、もうお腹も空いてるし頼むよ。はい、こちらマーラー担々麺5辛830円です。おお、めっちゃ辛そうやんこれ。おーおーおお、納得いきそうや。真っ赤、唐辛子も乗ってる。でこちらが期間限定の、うん、レイとろける半熟卵の旨辛つけ肉つけ麺でございます。カミカミやないかい。カミカミやないかい。歯がないからさ、カミカミやないかい。しかも830円です。お、値段は一緒やね。おお、うんうんうん、めっちゃなんか夏っぽい感じやねこれ。そうやろ、さっぱりいけそうやね、うん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 、これがちょっと辛い感じ。あ、こっちか、両方かな、うん、なるほどなるほど。ということで、はい、毎度恒例のテイスティングタイム。僕いけるね今日は。いける、いける、いただきます。ペロリンチョしちゃうよ、もう全部食べちゃうかもね。おお、じゃあまずこっちの、こっちからいきますね。つけ麺ね、つけ麺、ちょっと、はいはい、ちょっとつけるだけね。じゃあ麺こんな感じでここにちょっとつけさせていただいて、ほうほうほう、これでいただきますわ、ね、これリアルうまい。そうなん、夏を感じる。ちょっとさっぱりとした、ほう、ちょっとお酢っぽい感じで、冷麺っぽいよ。あ、冷麺のちょっと辛い版みたいな。これは全然めっちゃうまい、新商品。うん、麺のコシもいいし。じゃあこっちですね。これはちょっと嫌やな。スープでいい？あ、ダメ、ちゃんと混ぜて。粉は、粉ちゃんと混ぜて。ちょっと混ぜよう、不正は許しません。よし、こんなもんでいい？いいよいいよ。よっしゃ、これでいこうか、うん、ちょっといただきますね。よっしゃ。うせって言ってやん。これは辛い、辛い、こっちがなんか痺れるし辛い、うん、おう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 。で食べていきましょう。それではいただきます。はい、やっぱりね、僕猫自体からね、うん、冷たいのは後でいくわ。え、逆じゃね、猫自体冷たいの先じゃね。え、こっちで火傷してこっちで冷やすみたいな。あー、なるほど、まあ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 、言わんとしてることは分かるけど、うんうん、違うだろ。猫自体やったらさっき冷麺行ってそっから冷めてからこっちじゃない。はい、分かりました。はい、分かりました。いやいや、けどこっちの方がいいわ、麺伸びるもん。どっちやねん。さすがマルゲラーメンさん、分かってるね。何を？この辛さの分量。ああ、うんうんうん、おー、がっつくね。いや、むせへんな。え？え？何？詰まった？え？どうした？ベロやけどした。いやいや、その食い方したら誰でもやけどするわ。まあでもね、うん、ちょっと僕は、うん、もうちょっとパンチが欲しいの。ほうほうほう、これね、揚げにんにく、ほうほうほう、これぐらいかな。そうやね、そんなもんやね。に、ほうほうほう、何それ。泥だれラー油です。ほうほうほう、これ入れるとね、うん、もうちょっと辛さが増すらしい。ほうほうほう、だから5辛プラスアルファぐらいになるのかな。ちょっと足りひん人にちょっと足すからね。プラスアルファには見えんけどね。めっちゃ辛そう。これ絶対うまいって。なんか具材入ってるもん。うん、うまい、超スタミナや。まあまあそうや、夏にいいね。うんうん、なんか僕一つ思ってんけど、うん、マルゲラーメンって麺の量多いの。
ちょっと多いよね。なあ、あんだけ食ってんのに、うん、そんな気あんもんな。そうやね、まだあんね、うん、のやったな。もしかして俺が手洗いに行ってる間やったな。いや、やってない。そんなんやんの坊ちゃんだけやから。だってな、これな仮にな、やってもうってな、坊ちゃんがあの食い切られへんってなった時にさ、うんうん、被害被るの僕や。賢い賢い賢い。そういうとこだけ賢いな、ほんま。なんかコメントでハゲてきたなってやったで、うん、カプサイシンも聞いてないんかな。聞いてないんかな。ちなみにそれあれさ、なんか新しい髪型になったやつ、横向いてよこれ、うん、なんか、ね、ガタガタやで。自前です。鏡見ながらさ、こうやったからさ、うん、イメージは、うん、チョコレートプラネットの名前忘れたけど、うん、相方の方ね、おをイメージしてん。その結果どうやった？みんなに気づいてもらえた？自分から言って、あ、ぽいぽい、ぽいぽいで終わった。僕なんかどんぐりにしか見えへん。ひどいよ、あなたが一番ひどい。軽くね、ぽいって言われた方が、あ、やってよかったなと思うけど、どんぐりやないわ。やめて。新作じゃじゃーん、スヌーピー。それ誰のやつ？これ、これ俺。あ、そうなんや。うん。自分で買ったの？うん。3枚1000円やったかな。安っ。キャラクターショップで、あの JK とか、うん、JC がいっぱいおるとこで。それほんまにサンディオってロゴ入ってる？ん？どれ？それサンディオって入ってる？それディズニーやったけど、サンディオちゃん。サンディオ書いてない。スヌーピーって書いてる。おお、うん、だから安い。JC とか JK が行く店で、うん、3枚1000円やから、おおおっさんが選んどって、うん、なるほど。全然場違えた。あ、めっちゃいい匂いする。女子の香りがする。するっか。工場の匂いやろ。工場の匂い。するわけないやろ。あ、おっちゃん鋭い、的確な視覚。的確な指示。まあちょっとね、汁は冷まそう。 OK、うん、次行きます。 OK、 行きましょう。とろける半熟のね、めっちゃ見てるやん。とろける半熟卵の旨辛肉つけ麺です。そうです、はい、よくできました。最初でもう割ったらいいのかな。まあまあ好みやね。じゃあもう割っちゃおうか。見えへんねこれ。ごめんなさいね。こうね、溶いて。何もかもが違うとは。あのね、それ置いとったからじゃん。やっぱこっちから行った方が良かったやんか。もう俺肉行くわ、もう。肉ね。うまそう。言っとくけどめっちゃうまい。うま？うん。超さっぱり。そうやろ。うん。なあ。うん。うまい。もう冷麺のちょっと辛い版やん。でもあんまりちょっとさっぱりしすぎや。これがいる。いりますか。夏のスタミナといえばこれでしょ。おお。ごまのようにいっぱい入れるから。ごまもそんな入れへんやろ。まずごまこんな入れへんやろ。な。これ怒られるかもしれん。え？見て。まあまあ3倍まではいいよ。多分。いける？いける。半分減ったよ。まあ2杯頼んでるから。あ、それ。ええ。これでさ。やったな、これ。どうしたらいいのこれ。これはちょっとスープかけてさ、このほぐそうや。ほぐすのね、うんうんうん、こっちのタレをちょっとかけてね。本来はこんなことないねん多分。よいしょ、よし、これでほぐしていこう。あ、いけてきた、いけてきた。なんでやねん、なんでやねん。違うだろ。あー、ちょっと待って。何？この麺、うん、味ついてる？かけとったから。かけてたやないか。ちゃちゃちゃ。それと別。ほんまに？なんかね、うん、さっぱり酸っぱい味がする。ほんなら麺にもちょっとお酢かけてんのかな？かな？うん。いや、かけとったからちゃん。これを？うん。絶対そうや。もう一回行くわ。うん。じゃかかってないとこ行ってやん。かかってないとこ。絶対味せえ。そんなことないと思うで。うん、そんなことなかったです。
ちょっと待って、つけ麺にしてお願いやから。これでほぐれるわ、絶対ほぐれる、大丈夫大丈夫、つけ麺にするから、うん、もう入れちゃおう。あ、むしろこのもうぶっかけでもよかったよね、冷麺風に。ああなあ、ね、これが本来ね、うん、めっちゃうまかったこれ、めっちゃうまい、これうまいよね、うん、めっちゃうまいね、これ僕めっちゃ好き、超さっぱり、うん、全部入れちゃう、そうやね、めんどくさいね、スプーン使ったらいいんじゃん、そっちにある、早く言ってもうそぼろも大概除去したから、もう最後の締めね、ごちそうさまでした。あー美味しかった、お腹いっぱい、要は満足じゃ出しやねん帰ろう、帰りますが、食うたら帰んねんな、帰るよそらもうだって用事ないもん、用事ないような、用事ないような、用事ないような、もうお腹いっぱいになったし、ほんまに用事あれへん、用事あれへん言うなありがとう、嘘やん遅いし、帰るよ、なんで帰るよ、お疲れお疲れ、急いどんかい。では最後に本日の息子コーナー、息子コーナーですか、はい、息子は、はい、空調服を買いました、はい、僕は安物買いをしてバッテリーなしを買いました、そして家にあった古いモバイルバッテリーを渡したところ1時間半しか使えなくて息子にパパ使えねえって言われましたあ、けどちょっと仲直りしてんの、してない、1時間半しか使えないのを使っとけって渡したから、うん、こんな使えへんもん使えるかって逆に喧嘩になった買えとなるほど、新しいの買えと、わかりました、じゃあ本日の息子に一言お願いします、自分で買え、安いもんや、本日もありがとうございました。